イオンペット、イオンペット株式会社は、総合ペットショップ、動物病院、トリミングの運営や、ペットフード、用品の小売り、ペットの葬儀を行うイオングループの企業である。主に、イオングループが運営する、ショッピングセンター内もしくはその隣地のペットショップ事業、ペット式等、動物病院や、ペットホテル事業を行う企業である。1998年7月10日、 イオンがペット総合専門店事業に本格的な参入を図るべく、イオン株式会社100%出資によって、ペットシティ株式会社が設立される。イオングループのペットショップ事業を行う店舗として、ペットシティを運営し、生態のほか、ペットフードやペット用品を販売。第1号店は、静岡県岩田市の4タウン、岩田内にある、ペットシティ岩田店。 その後も、精力的に出店し、2008年12月に100店舗、達成。生態コーナーがない店舗や、歩行リハビリや減量トレーニングが行える、犬用プールを併設した店舗もある。トリミング施設や動物病院を併設した店舗もあり、その運営は、自社直営の場合とテナントの場合がある。テナントの、主な担い手として、ダーソビー、インターナショナル株式会社、 旧ペプコジャパン株式社と提携し、同社はペットスクエアやペットプラス、アテナ動物病院、ビューティプラスをペットシティ内やイオングループのショッピングセンター内、リンチで展開。2008年10月にオープンした埼玉県越谷市のオンレイクタウン内には、ペイカス、ペコスの名称で犬猫のファッションや健康を考慮したハイブリッドな商品に特化した専門店を出店。なお、 2013年12月には、イオンモール幕張新都心のペットモール1から2階に、ペイカス幕張新都心店を出店。こちらは、本格的なペットホテルやしつけ、トレーニング施設を備える、総合的なペットシップとして展開している。ペイカスには、行政と協力した里親募集コーナーが常設されており、 動物保護施設で殺処分されるのを待つ動物を引き取り、セカンドパートナー、新しい飼い主を見つける、ボランティア活動を行っている。この里親コーナーに関して、雑誌、アエラ、2008年12月8日、号、朝日新聞社が記事として取り上げるなど、大きな反響と関心を集めた。2011年11月21日に、ダーソビー、 インターナショナル株式会社より株式会社ダーソビーが分社独立、吸収分割し、コンパニオンアニマル、犬猫関連事業を引き継ぐ。この事業の中核は、ペットプラス及びキャットプラスにおける、ペットの仕入れ、販売事業、ブリーダー支援、小動物の医学的研究、国際小動物医学研究所、バイオプラスの運営、ペットプラス等で販売したペットや、 顧客のサポートを担う事業である。参考 c A、コンパニオンアニマル事業の分社化による新会社、設立に関するお知らせ。2011年12月28日に、ダーソビー、インターナショナル株式会社とペットシティ株式会社の合併の発表がされる。2012年2月21日に、ダーソビーインターナショナルを九州合併し、ペットシティ株式会社は、 イオンペット株式会社へ解消。これにより、国内最大規模のペット専門店企業が誕生した。ペットシティ、ペットプラス、ペットスクエア、アテナ動物病院等は、順次、イオンペット、イオン動物病院等、イオンを冠にした名称に解消されている。ただし、一部の複合型店舗、イオンペット、ペットシティ内のペットショップ事業は、ダーソビー、インターナショナル株式会社。 後のイオンペットに移管されずに、株式会社ダーソビーに移管され、ペットシティ、イオンペットのテナントとして運営している。2012年5月24日に、株式会社ダーソビーが、バイオプラスファルマシアを設立。国内で初めてペット販売会社が、動物用医薬品店舗販売を開始。2012年9月1日より、関東及び近畿圏で、 ペットの葬儀の取扱いを開始している。2013年4月26日には、電子マネー、イオンペット和音の発行を開始した。基本条件などは、通常の和音カードと同じだが、16歳以上の方が対象で、理面に記名された本人のみができる。イオンペット各店をはじめ、イオングループの店舗、イオンやマックスバリューなどや、和音取扱店、マクドナルド、 ファミリーマート、エディオンなどでも利用でき、利用された収益の一部は、災害児動物救援など、ペット社会貢献のために活用される。なお、この、イオンペットワオンは2014年3月より、イオンペットメンバーズカードの機能も兼ねるようになったため、これまでのリライトタイプのポイントカードは、同時期から順次取り扱い終了となり、旧デザイン仕様を含むリライトタイプのポイントカードや、 すべて応印された紙のスタンプカードを所持している方は、申し込むことで無料でカードを切り替えることが可能で、ポイントカードに溜まっていたポイントもすべて、イオンペット和音へ移行される。また、和音の所有者情報登録を済ませることで、イオンペットポイントを和音に交換できる新機能を付与される。これまで、ペットシティで運営していた、ペットシティア・ダーソビー・インターナショナルで運営していた、ペットプラス、 アテナ動物病院など、両者が運営していた店舗ブランドは、イオンペット予備株式会社ダーソビーに改装後もそのまま、継続されてきたが、新規店舗や改装した店舗において、イオンペット、イオン動物病院といった、イオンを関したブランドの使用を開始し、既存の店舗や動物病院も一部を除いて、順次変更された。なお、旧ダーソビーインターナショナルが展開していた、ペットホテル、 ペットインロイヤルはブランド再編後も変更なく継続しており2013年12月に新規オープンしたイオンペットペイカス幕張新都心店に併設されているペットホテルもこの店舗ブランドを用いる基本的には総合ペットショップ事業、ペットグッズ仕入れ販売、ペットビューティ事業、動物病院事業、犬猫以外の小動物、距類仕入れ販売事業を当社が運営し 犬猫の仕入れ販売事業のうち、ペットプラスは、母体企業のダーソビーインターナショナルから分社した、株式会社ダーソビーが担っている、分社以降は、テナント扱いである。また、一部の店舗は、ペットグッズショップ以外の部門、生体販売、トリミング、ホテル、動物病院などは、イオンペット以外の他社がテナントとして出店する場合も、ある。2015年5月現在、 日本国内に198店舗、海外に店舗の、計199店舗を展開する。海外店舗は中国にて展開なお、併設店舗に関しては便宜上、以下の略名を用いる BS、イオンペットビューティーサロン BP、ビューティプラスは、イオン動物病院 R、アテナ動物病院 PH、ペットシティ動物病院 TR、イオンペットしつけ教室 PR、ペットインド ERTN、 ペット保育園となりの、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。